あ、今日ですっけ？あれ、AKB。ひーちゃんの。あ、今やってんだ。今やってんだ。あ、終わった？え、ひーちゃん喋ってんだけど。すごいね、こうやって。すごい、いて。すごーい、いて。なんかゆいゆいも「ラヴィット!」出てるよね。何言ったか全然分からへんけどさ、楽しそう。あ、服用するメンバーってこと？終わっちゃった。見れんかった、メドレー。バタバタとさ バタバタとさ準備してたわ、着替えたりとか。今日さ、久しぶりにこんなゆっくりだったんですよ。さ、いつもさ、もうこの時間なんてレッスンしてるからさ、もう普通に家なんていないしさ、久しぶりにさ、あ、そういうこと？なんで今日レッスン遅いのかなと思ったら、このメンバーが「ラヴィット！」出てるから、ユリーさん公演の振り入れ的に早くできなかったから、この遅い時間なんだ。そういうこと？ああね。今日ユリーさん公演の振り入れなんですけど。でも久しぶりにめっちゃ寝れたからいいや。しかも今日さ、普通に遅いんですよ。18時公演なんですよね。でもまあ18時公演で、でもちょっと空くんですよ、時間実は。そう、18時公演だから終わるの昼過ぎなんですよね。ちょっとだけ余るんですよ、時間が。で、え、どうしようって思って、そのレコーディングスタジオ、またレッスン場戻ってショールームと思ったけど、なんかワンチャン微妙と思って。いや、戻ったら戻ったでそんな時間ないし、逆に先にしや、あの劇場行こうと思ったら空いてないんですよ、まだ。
だから、いや一度お家には帰れない、そんな時間はない、そんな時間は1ミリもない、1時間ぐらいしか空いてないから。そう、レッグ終わって入りまでが1時間、1時間30分、30分ぐらいかなしか空いてなくて、だからちょっとどうしようと思って、もうショールーム先してしまうと帰る、家に帰ってくるの遅くなるんですよ、私いつも22時とか余裕回ってるから。ってなるとあれだなと思って、あ、楽な朝なるとギリギリですけど時間、うん、今日は二度寝しましたね、さすがに。うん、7時ぐらいに起きて、でなんかパッて見たけど早っってなって、せっかく寝れるんだけ寝ようと思ってもう一回寝てます。んで起きた、おいしい朝ごはんで、ふっと、もう寒い、なんかさ、で最近ウィッグかぶるじゃん、ずっと前髪真ん中で分けるんさ、めっちゃ真ん中で前髪が、もともと寝起きも結構前髪パカンって真ん中で分かれちゃうのね。もうでももう最近レッスン もうニット帽とか帽子かぶって、もう髪の毛セットしてないの、うちもうさ寝癖のまんまだってさ、ウィッグどうせかぶるのセットしたらもったいないじゃん。と思っちゃって寝癖のまんまなんだけどさ、そう、なんかあかんって、最近もうここで癖めっちゃついちゃってる、最悪だ。もともと分かりやすいのにウィッグでもっと分かりやすくなってて、もっと分かりやすいように自分でしちゃってるからめっちゃ分かりやすい。しかもさ、フードにニット帽って可愛いけどさ、フード邪魔だよね、思う。フードとかって可愛いけどさ、最近ダウンだからさ、シンプルにアウターにパーカーついちゃってるからさ、パカパカーってなってさ、髪長いからさ、こう全部前に持っていくじゃん、ボサボサになるよね。
こういう時ってやっぱりさ、あれ、かぶらん、あれ、マフラーせんのんが正解か。なんかわかんないよね。マフラーした方がいい？どうやってマフラーしよう。でも最近さ、意外にもマフラーさ、なんか乖離してないことめっちゃ多い。ダウンのさ、前をさ全締めしてさ、首のとこ立てちゃうのね。意外にもやらなくて、ちょっと寒いけどね。もう意外にな、カイロ持って行ってるけど毎日。意外にカイロあまり使わない。持ってたら持ってたで。持ってない日に限って寒かったりするから、嫌なんだけど。今日昨日よりちょっと暖かいでしょ。今日は寒いです。だってマジ。一応これ裏着もヒートテック着るか迷うな。着てもさ、結局ダンスで暑くなってさ、着ないんだよね。皆さんにも「ラヴィット！」出演してもらいたいですってねえ、したいですね。ただ私にそんな力はないです。いや、カイロ使ってるよ。使ってる、全然使ってる。昨日も結局さ、帰りマフラーしんかったもんな。そう、マフラーせんと帰ってきた。っていうかさ、そろそろ「あ、来たー、危ねえ、よし15分」。いや、そろそろさ終了にしてもらわないと、私そろそろやばいんだけど時間って思ったら、15分出ました。よし、終了にします。いや、マジ出ないと、ちょっと私そろそろとかちょっとそわそわしちゃった。よしよしよし。13位、白、これ何、白鳳凰。3、12姉妹やん。3、11香港のサムさん。10位、あーさん。9位、なーにゃねもね、なーにゃねもしさん。8位、さきもりさんのないときたぴさん。6位、シガーさん。5位、モンゴリアンプッチョさん。4位、クジさん。3位、ニューネームさん。2位、カツさん。そして今日の第1位は、ナーラブさんでした。ありがとうございます。というわけで、朝できてよかったです。で、私はレッスンに向かいたいと思います。というわけで、今日も見ていただき本当にありがとうございました。
また明日というか今日の、公演に来てくださる方は今日、シアタセリでお待ちしております。それじゃあ皆さんまた明日、バイバイ。